Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Fold deep in a green rag with gold feet. Blast with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut or big and buff, nice and straight. You got stats, respect, weapon, skill. Stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from Binkos and Prolapse. Suburban Zip, victim and D-Satch. Watch your back when in rival hoods. They'll test just to guess if your survival's good. Ducking shells at the clucking bell. Jump out busting, gunning till they tuck their tail. It seem like I'm on impossible missions. Twisted predicaments, hostile positions. Tenpenny and Pulaski harass me. Cop cars been on our ass the last past week. Cause the Dre is full of gangsters, homeboy. Hands is the language for the bangers, homeboy. And it's dangerous, homeboy. Get your brains blue for how you do your fingers, homeboy. Heat cock, we poppin' hot ones. Dump them out, bend the block. Shake before the cops come. Listen for sirens, they don't got none. Back another lap, catch a straggler with a shotgun. Hittin' them up with that Grove Street lock. And a dirty slingshot, no Levi. どうも、総帥です。ジッケふるさとの森パート5ですね。いや、ほんと参りましたよ。同じとこぐるっと回ってきちゃったんですよね。前回来たパート1の時の参りましたね。で、今ですね、完全に山の中迷っちゃってんですよ。迷ってしまいましたね。なんかこういうスズランテープっていうのはそのパート1前回の最初の時に撮った感じがして、どっから来たっけな、似たような風景でさ、こんなとこ撮ったっけ、おいで。ああ、だからつまりですね、本気で、あ、これ適当に遭難的な感じになってしまって、あ、ここは覚えてるんですよ。ただもう踊り方を分かんなくなってしまいまして、ここ来たっけ俺。あ、いや、とりあえずもう今こそ迷った時の僕の理論が果たして通用するか、低い方に降りれば戻れるよっていう、よいしょ、もうわかんないんで。そしてこんなロープを伝わんなきゃいけないとこ、俺が両腕塞がった状態で、うわ、まあこういう時はね、しゃがんでいくのが一番いいんです。ちょっと待って、本当危険だわここ。ちょっとごめんなさい。え、これ大丈夫かな。なんかどんどん行くっきゃないんで、もうこうなったら要は下界に降りれればいいんで。よし、ロープ掴んだぞ。これで俺のもんだ。よいしょ、おー、危ねえ。よいしょ、すんごい赤土滑るマジで。いや別にさ、俺こっからダイブしてもいいんですけど、カメラ壊れたら嫌なんで、別にこんなとこでダイブする。
よし。よし。いやー、こんな時にはね、GoPro が一番いいっすよ。頭に巻いて。普通に考えて、ゆっくり行けば、こんなとこは降りれるから。うわ、断崖絶壁降りてきちゃったね。まあいいでしょう。もう、ちゃんとしたこの経路図がないから、ここは。よし。どこへ降りればいいんだこれ。よし。まあ別に汚れてもいいんですけど、これはちょっときついかな。もう降りたら上上がれねえよ、この赤土は。もうこの靴じゃ。ま、文字通り、地獄の入り口かもしんねえ。ごめんなさいね、カーベナーがブレブレで。もうわけわかってないんで。あ、ようやく下の方降りてきました。で、こういう滑りやすいとこはもうしゃがんでいきます。もうしゃがみダッシュで。やばい。暗くても、崖の上はもうわからない状態で。降りてきちゃいましたけども、進むしかないですね。うん。まあ、最悪、どっかしらに出ると思うんで。どこだこれ。いやー、ほんと道なき道を来ましたね。あら、同じ鉄塔があるからね。開かないようだ。鍵がかかっている。おお、滑ったー。おー、すいません。まともに。本当にトトロの森っす。果たして出れんのかなこれ。あ、でも牛ガエルの声が聞こえてきてるから、あっちが畑だね。うん、よいしょ。やばいっすね。僕の理論がこれ役に立たなかった。下に降りればいいって。あ、でも下に降りてますね。よし。どこだろう、ここ。でもまあ未開のエリアっていうのはそうそう探検してみないことにはね、前に進めないですからね。ここは僕にとって未開のエリアなんで。そもそも夜に来たこと自体が間違いの元だったっていう、元も子もない話なんですけど。
またなんか田園地帯に田んぼが出てきたんだけど、よいしょ、どこだろう、こっちは戻る感じだな、多分こっちだな。多分こっちで合ってると思うんで、光ってる方が だけど本当迷ったな、これ合ってんのかな、これ異世界に来ちゃったような感じが、最悪間違ってたらあの崖をまた登んなきゃいけないという、まあ登れますけど、あ、あ、でも合ってるっぽいな。ああ、オッケーオッケー、車が見えた、よかったー。ああ、いや車っていうか明かりが。あっちの方に、あ、よかった、いやマジでガチで本当に帰れなきゃったらどうしようって思えちゃいました。いやまだまだちょっと帰らないですけど、さっきの大池のとこ出てきてなんか、ね、道なき道を、まあ道はあったけども、いや合ってんのかな、あ、道路だ道路、あ、よかった、何やってんだ俺、どう来たんだっけこれ、どっちだっけ、いや多分、あ、こんなとこ通ったっけ車で、あ、通ってきたか、そうだ、いいんだいいんだ、俺の動物的勘でこっち、いやだってあっちがその大池の方だから、あ、そうだそうだ、あ、ぐるっと回ってきたんだ、よかった、いやー一時はどうなるかと思ったよ、あ、いいんだいいんだ、よかった、いやーどうしようどうしようと思った本当に、あ、よかったよかった、だってここ、こっち側の方地図書いてないんだもん、いやーよかったー、いやー、ルートからずれると大変なことになりますね、恐るべし、じゃあ気を取り直してもうちょっと、だけど今俺こっち行って迷ったんだよな、あ、カメラがもう充電ねえや、
これ新池宮戸池は今度次回パート6からですね、とてもちょっと1日じゃ回りきれないという、はい、いやー、てなわけで、次回ですね、こちらの方回っていきたいと思います。で、いやーちょっと遭難しちゃった感じも、まあ遭難っていうか迷子になったっていうか、ちょっと侮ってましたね。ではまた次回お会いしましょう。しやす。